久保さん、三笘さん、弱点が同じだった模様。三笘も久保もカットインから巻いてシュートが下手だよな。ほとんどブロックに当たってる印象だわ。それこそカットインしてからシュートってタイミングだから相手が追いつくんだよね。せめてカットイン、シュートくらいじゃないと。バーマー破滑臭くらいでしょ。スピードがそれほどないケイトが決められるのもこれ。あれめっちゃむずいんだけど。ゲームだと簡単だから。三笘派シュート下手だな。まあカットインのシュート派筋力いるし難しいが。三笘より菅原見てた方がストレスたまらないわ。カットインで簡単に決めれるゲートと同案派かなりすごい。